はい、たーい、あー、アジサイアイビー。今回のですね、あの沖縄観光チャンネルは2022年2月2日に琉球朝日放送の Q プラスという番組に出演するので、その裏側をですね、撮っていきたいなと思います。今ね、テレビ局に向かって歩いているところです。ちょっと沖縄寒いので暖かい格好をして、これからね、琉球朝日放送に入っていきます。いいよ、そうそう、撮っても大丈夫です。じゃーん、こんにちは、TVB アナウンサーの金城美優さんです。金城美優です、はじめまして、よろしくお願いします。でもこんな風に YouTube 撮られるの初めてです。実は美優さんは私が以前勤めてた宮古テレビの後輩にあたります。そうなんです、はい、そうなんです。今日は美優さんが出演する Q プラスに私も出演します。これから打ち合わせです。こうやって撮っても大丈夫？大丈夫です、ね、みゆさんも映っていい？いいですよ、いいですよ。あ、じゃあこれだったらみゆさんも映るね。ありがとうございます。はい、じゃあお願いします。はい、打ち合わせさせていただきます。はい、いつもどのようなことを意識して撮影したり活動されてるんですか？とか、どんな人に向けてとか、どういうなんか内容にしようかなとか、うん、いつもなんか決めてることとかあれば。なるほど。うんうん、いつも情報量たくさんあるんですかね。そうそう、なんか学びを軸にした沖縄観光っていうのはとっても大事にしていて、だからその沖縄は楽しいよっていう、その楽しさの部分だけじゃなくて、その背景にある知識だったりとか、歴史とか文化とか、そういうのを尊重して作っていくっていうのは大事にしてるかな。やっぱ10年後も見てもらえる動画、なんか今のバズりも大事っちゃ大事なんだけど、だけどその資産価値があるというか、その10年経ってみてもいいねって思ってもらえるようなっていうのはすごく大事にしてるかな。って言って、最後にあの YouTube チャンネルを紹介してますのでっていう風な PR があれば、ここであずさんの番組でチャンネルありがとうございます。ということで、今打ち合わせが終わりました。この後ですね、リハやってで、本番ということで、それまでちょっと待機しようかなと思います。いいよ、そうそう、今大丈夫ですか？こんにちは、失礼します。よろしくお願い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 します。裏側を撮っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どこでも大丈夫です。5秒前。4、3、2、1、はい。さて、今日はゲストをお迎えしています、沖縄観光 YouTuber のアハゴンアツサさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです。よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。アハゴンさんにはですね、去年9月にも出演していただきました、そして今回は嬉しい出来事があったということなんです。まずは VTR ご覧ください。嬉しい、こんなにすごい、ありがとうございます。あ、今のニュースでもありました旧暦にちなんだ問題、沖縄観光 YouTuber のアハゴンアズサさんから出題していただきます。はい、出題しますよ。アサルグトゥニゲーサビラ。昨日はね、旧正月ということなんですけれども、実は沖縄には正月が3つあります。はい、1つ目は新正月、2つ目は旧正月、では3つ目は何でしょうか？中村アナウンサー、ご存知ですか？出てこない。じゃ正解いきましょうか、はい、正解は16日です。はい、言われるとわかる。じゃ16日って何かご存知ですか？16日あの世のお正月。正解です。7分の CM で入りますね。じゃあ30分には上がってきます。はい、これから生放送です。朝さんもこれがあればいくらでも食べられるって。私ラーメンめっちゃ好きなんですよ。
ラーメン、焼肉、寿司、定番ですけど、王道ですね、王道ですけど、そういうのが食べたい、外食大好きですね。いいよ、そうそう。はい、7、6、5秒前、4、3、さて、今日はゲストをお迎えしています。沖縄観光 YouTuber のアハゴンあつささんです。よろしくお願いします。はい、たーい。たさるぐとぅにげさみらーみーでさいびー。たしくです。すごい、おめでとうございます。ニヘデビル、ありがとうございます。改めて、はい、ユーマンズオブ YouTube に選ばれたっていうのはどういう感覚なんですか？もうデージ嬉しかったです。全くそういったキャンペーンがあるってことを知らなくて、で私この連絡が届いた時に眼科にいたんですね。眼科に眼科の待合室で診察待っている時に届いたので、もうわーって本当言いたかったんですけど、あの待合室なので静かに小さくよっしゃーってガッツポーズしました。26日っていうのも聞いたことがあるんですけど、はい、これは何ですか？26日っていうのは、親族が亡くなって初めて迎える16日のことを26日っていうんですよ。皆さんも勉強してください。はい、教えてください。はい、はい、ニヘイデイビタン、ありがとうございました。ニヘイデイビル、ありがとうございました。あっという間でしたね。いやでもすごいなんかゆったりできた。あ、よかったです。よかったです。お疲れ様です。ありがとうございました。生放送終わりました。いいよ、そうそう。ということで今回の沖縄観光チャンネルは琉球朝日放送でのテレビ出演の裏側をお伝えしました。こういった動画を今までね、あまり撮ったことがなかったので、レイジ新鮮だったと思います。テレビをね、見て動画、チャンネル登録してくださった視聴者さんも本当にありがとうございます。そして、いつも応援してくださってる視聴者さんも本当に、いっぺんにヘイデビル、ありがとうございます。ということで、今回の動画は以上になります。ぜひ、グッドボタン、チャンネル登録、通知音も、ジャサルグトゥーニゲーサビラ、よろしくお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴、いっぺんにヘイデビタン。またやったー。